マイネルラブ、マイネルラブは日本の競争馬、シュボバ。1990年代後半に中央競馬で短距離からマイル戦にかけて活躍した外国産馬。キーンランドジュライセールで37万5000ドルで落札された。ラフィアンダーフマンクラブでは1996年の第二次募集で募集されたが、高額な価格設定からか満口には至らなかった。 募集価格は7000万円、35万円200口である。バレーは、デビュー当時の年齢表記に合わせて、旧年齢表記とする。1997年夏の箱館競馬でデビュー。この馬が出ることで出走馬が集まらず、レース不成率が危ぶまれた。しかし、最終的には後頭立てとなりレース不成率を免れた。レースではスタートで出遅れたものの、 性能の違いで直線では小馬審査をつけ、単勝1.1倍の圧倒的一番人気に、個体勝利した。添えのため休養し、秋の東京競馬で復帰。初戦のプラタナス賞では苦手なダートの上に出遅れも、あって2着に敗れるが、中1周で挑んだ100日総特別では、単勝1.2倍の圧倒的一番人気に個体2勝目を、挙げた。さらに中1周で、 東京スポーツ杯三歳ステークスに挑むも人気を分け合っていたキングヘイローに敗れ2着に終わった。続く朝日杯三歳ステークスでは強行軍と前走の敗戦が嫌われ6番人気にとどまるが逃げるマウント新たを4コーナーで捉え直線で先頭に立つという積極的な競馬を試みた。しかし、グラスワンダーにかわされ2着に終わった。 グラスワンダーの勝ち時計は1分33秒6のレースレコードであり、自身の走破時計は、リンドシェーバーの当時のレースレコードと、同タイムの1分4秒0であった。前半800メートル45秒台というハイペースを先行し、2着に粘ったことで評価が高まった。明けた1998年、初戦の形成杯で、単勝1.2倍の圧倒的一番人気に、 指示された。コースタートに見えたが、隣の馬と接触し口を切るというアクシデントが発生していた。レースでは、終始馬の悪い内側を走らされ、直線では前を行く、勝ち馬のマンダリンスタート2着の F1 中山が壁になり、ゴール直前で、ようやく最内から抜け出すもレースは5着と初めてレーンを外してしまった。次走のアーリントンカップでは、 完全に勝ちパターンであったが、オリビエ・ペリエが巧みに起乗したダブリン・ライオンの2着に敗れてしまう。ニュージーランドトロフィー4歳ステークスでは、差しの競馬に転換し、直線もよく伸びたが、エルコンドル・パサーには届かず、さらにゴール前で次のキューティーにもかわされ3着に敗れた。竹豊かに乗り換わって期待された NHK マイルカップも7着に敗れた。この時はレース前に、 雨が降っており、ババが良くなかった、やや重ことも影響し、また、安城の竹豊は、レース後の談話で、1600メートルでも、距離が少し長いと発言している。この後休養に入り、8月に、冷えた賢治休車から稲葉隆一休車に、天馬やした。当時のサラブレットクラブラフィアン代表、岡田茂之のこの馬に対する期待は、並々ならぬもので、 ケンタッキーダービーを狙うと公言していた4歳春の不甲斐ない成績に憤慨しての点うまやと断れている。復帰戦は秋のセンオールステークスであった。前走からプラス 18kg という馬体重ながら、このレースでは中段から力強く抜け出す強い競馬を見せたい棒の重賞初勝利を挙げた。2着に3馬審査をつける圧勝で、フジテレビの競馬中継で解説をしていた。 大川慶次郎は、このレベルの他の出走馬とこの馬を比べるのは失礼と発言した。しかし連勝を狙ったスワンステークスではレース中に目に異物が入る。アクシデントの影響で7着に敗れ、予定していたマイルチャンピオンシップを回避した。スプリンターズステークスではまだ本調子一歩手前の状態であったが、ぶっつけで挑戦することとなった。待機シャトルの引退レースとあって、 注目は、単勝人気1.1倍と圧倒的となった、同馬に集中し、また主戦騎場であった、竹豊が、シーキングザパールに騎乗したため吉田豊に乗り換わった、こともあって、ほぼマイネルラブは、ノーマークであった。レースは、その待機シャトルを前にマークする形で進め、抜け出そうとする待機シャトルを4コーナーで並びかけて、直線で競り落とし、後方一機で追い込んだ。 シーキングザパールの追撃を頭差しり切り、GI 初制覇を飾った。1999年、初戦はドバイ遠征を目論みダー後重賞ガーネットステークスに出走するが苦手なダートとあって11着と惨敗した。短期放牧を挟み、目標を半球杯に切り替えた。しかし、4月3日に行われるはずの同レースは、ストライキの影響で1週間延期となった。 4月10日に行われたレースでは、58. 5 8 5ラムの金量と雨の影響で5着止まりとなった。休養明けで、まだ調整途上であったことも影響した。続く、シルクロードステークスでは、松永美希夫に乗り換わり、アグネスワールド、時代パーフェクト以下に完勝、復活勝利を挙げた。しかし、春の大目標であった、高松宮記念の直前、 左前急接炎を発症し、無念の回避となった。その後、休養に入った。復帰後のフジュステークスは、見せ場なく十三着と惨敗に終わった。連覇を狙った、スプリンターズステークスは前を行く、アグネスワールドを捉えきれず、さらに後方にいた、ブラックホークやキングヘイに刺され四着に終わった。年明け初戦のシルクロードステークスは、横山則りに乗り換わるも、 4着に敗れた。59kg の筋量のほか、レース当日に激しい雨が降り出し、馬場が悪化し、不良馬場となったことが範囲として考えられる。レースでは4コーナーを絶好の手応えで回り勝利するかに見えたが、不良馬場の影響で足が鈍り、前を行く、待機ダイヤをかわすことができずに4着止まりとなった。この後は競争馬としてのピークを過ぎていたせいか、 高松の宮記念16着、秋は、セントールステークス4着、スプリンターズステークス5着、スワンステークス7着、CBC 賞12着と全く結果を出せず、現役を引退し、ビッグネットファームで、種ボバ入りした。気象に難があり、特に長距離で真面目に走らずすぐに手抜きをしてしまうため、一時期は、岡田茂之も競争馬としての活躍を諦めかけて、 しまったほどだという。現役の裁判年は、暴れ癖がひどくなり、パドック、馬房、馬運車と場所を選ばずに暴れるようになってしまい、まともな調教ができないほどであった。また重い馬場を苦手とするマイネルラブであったが、その競争生活はなぜか、雨にたたられることが多かった。2004年に初年度3区がデビューし、コスモバレンチが、 コクラ二歳ステークスを制止重傷発生派を果たした。ビッグレッドファーム系列所有の活躍場が多いが、夢のオーラ、フィリーズレビュー2着、ピースオブラブ、マーメイドステークス2着など、タバシュの活躍場も存在する。近親に、日本での活躍場も排出されており、シーキングザ・ゴールドの直子であること、自身には、当時の主流血統であったヘールトゥリーズンが入って、おらず、 この地を持つ繁殖品場と配合がしやすいという血統的な長所があった。初年度産区が実績を残しており、2004年には190頭に種付けを行うなど人気種母場の一頭となったこともある。2012年6月9日、ビッグレッドファームの放牧地で倒れて、起立困難な状態になっているのが発見され、予後不良と診断されて安楽死の処置が取られた。 この日にも中央競馬の新馬戦では3区のカオスモスが勝ち上がっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。